東亜さんシリーズ。東亜さんシリーズなんだ、うん、これ東西品開封シリーズじゃなくて、うん、もう東亜さん東西シリーズなんですね。東西品、はい。赤さんって東亜さん以外って抽選応募してるんですか今って。なんかしてない気がする。え、受注とかそういうのは別ですよ。あ、受注は別ね。うん、なんか抽選応募ってしてます。あ、あれ豚の花さん。あー、そっかそっか、豚さんまだ書いてないもんね。うん、豚さんは言ってるから、ね、そうか、豚さんと東亜さんぐらいか今。あ、だからあれしょ、家のネットショップじゃないけど家での抽選みたいな。そう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 、家から抽選応募するやつでしょ。ネットにね、応募するやつって。うん、家からだとそうだね。あと一回デルタさんもやってるんじゃん。でもだいぶ前じゃない、個展の時じゃない。あ、そう、個展の時ぐらいかな、うんうん、違う、あのね、違う、うん、これには訳があって、うんうん、父さんマジスパ早いの、うん、1ヶ月に2回とかやる時があって。いや、そうなんですよ。だからこの撮影って取りだめしてるんだけど、うん、前の撮影からまあ2ヶ月経ったか経ってないかぐらいか、うん、そうね、ぐらいで、うん、実はね、もうこっちの先週あげたと思うんですけど動画、うん、当選あるじゃないですか、うん、もう一個あるっていう当選品開封ということで、はい、お願いします。はい、と、はい、いうことで今回ずっと欲しかったこの2つ、ちっちゃ、かわいい、ちっちゃな、なんだこれ、ずっと欲しかった。猫くんとジャクシーかっか、なったかな。ちょっと待って、うん、もう一回、え、ジャクシージャクシーだから、おたまジャクシーからかっきてのジャクシー、ジャクシーかっか、うん、かな、うん。これ見た瞬間にさ、うん、ちょっと笑っちゃったんだけど、うん、これ大涌谷箱根っすよね。え、でも音楽、音楽、でもそれ大涌谷で読みますよねそれね。でも音楽え、これ逆になった。でも大涌谷だよね。うん、大涌谷ですよね。箱根ですよね。しかもさ、はい、これさ、後ろにけど書いてあるんだけど、これ調べたらどこ出てくるんだろう。箱根ってやばいやばい。ねえ、このタグ面白い。これ小田急線のさ、うん、あれ載ってる、時刻表載ってる。だってこれ後ろ強羅とか書いてある。もう絶対箱根だ。これ箱根だわ。大涌谷決戦があったんだ、箱根で。だから僕ら神奈川県民なんで、うん、すごく馴染みの深いやつで、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、タグ。大涌谷っすよね。箱根25号社名千長屋新百合ヶ丘。もう完全に小田急ですよね。小田急線のロマンスカーだ。ロマンスカー、うん、ロープウェイ。これ箱根ですよね。うん、これは箱根でした。箱根でこの何かあったんですね。はい、うん、うん、でも大涌谷決戦らしいですやっぱり。まあ読み方がそうなのか、うん、大涌谷、大涌谷らしい、うんうん、です。なんだその絵。これ なんだろうこれ。なんだその絵。いつもと違うの。なんかテイストが違うんだよ。おテイストが違う。なんだこれ。なんだ。新聞みたいになってるの。そう。ちょっと今彩香さんに本当にさらっと。さらっとね、うん。ちょっと読んでもらって、た軽くみんなに説明してもらおうかなと。あのなんかちょっと、うん、本当にこれ。ごめん、あのね、いつもあの説明してる、うん、あのテイストは、はい、なんか山の中で、はい、こういう、ね、あの生き物たちが暮らしてるみたいな話じゃないですか、うんうんうん、これやばいわ。やばい、おやばい。あの、うん、このジャクシー閣下は2ヶ月ぐらいで地球が滅んでしまうから、うん、あの助けてほしいと。助けてほしい、あの一緒に戦ってほしいじゃないけど、この女性に、うん、あの助けを求め、多分こいつが敵なんだね。なるほど、今回の勝利ですね、うん、はい、戦うの、はい、カエルに話しかけられたこの女性ね、うんうん、助けてくれと。そうそうそう、突然カエルに言われるんですね。そう、うん、何言ってんだって話に、うん、まあ、このお姉さん、あかねさんっていうらしいんですよ。あかねさん、あかねさんどうしたんですか、カエルに急にそんなこと言われて。普通なら無視じゃないですか、うん、無視してたらしいよ。あ、やっぱ無視なんだ、うん、最初は無視してたらしい、うん、そこは無視だ。何言ってんだと、けどカエルくんがずっと話してくる、うんうんうん、うわ、うっざいカエルですね、うん、話せば長いのですがって、はいうんはい、猫くんは東京に向かってると。猫はもうすでに東京に向かっている、うん、この猫が敵なんですか、悪いやつですか、もしかして、うん、なんか、うん、
何なんだろうね、うん、猫科の動物が猫ソルジャーに変わってしまうのですって書いてあるから、うん、猫科の動物は猫あ、うん、この人この子が猫を、ねうん、ソルジャーに変えちゃう能力持ってるってことかな、うん、なのかな、うんうん、あかねさんオタクらしいね。あかねさんオタク、刀剣乱舞やってるからわかるけどって書いてある。ああなるほど、刀を擬人化したやつですよね。刀剣乱舞とかなんか言ってる、はい、なんか言ってる、うんうん、カエルじゃないらしい。やっぱジャクシー閣下カエルじゃないらしい、うん、何なんですか、うん、仮にも私はオタマジャクシーですよって言ってるから。あーじゃあまだカエルになってないんだ、うん、カエルじゃないらしい、うん、うんうんなんかちょっとごめん、これちゃ多分ねちゃんと読まないと無理だ、うん、あ無理な感じで、うんはい、でそれで箱根でこう大決戦が始まるっていう感じなんですか、うん、らしいよ、うん、同胞の弔い合戦となりましょうぞって書いてある、うん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 、あもうじゃあ結構やられてるわけですね。オタマジャクシーが何匹も、うんうん、ジャクシーは、うん、そのアルバイト先アカネさんのアルバイト先にあるサブウェイ西葛西の店の身のこなし気配りアカネさんこそ適任。私はそこで床に落下したレタスを食べ生き延びた。アカネさんは恩人なのですよって言ってる、うん、ちなみにね僕サブウェイはいつもピクルスを山ほど入れてもらいます、うん、はい。サンドイッチ屋さんですね、はい、ちょっとあんまりピクルスは苦手ですけど。ああそうですか、はい、っていう、うんなね、ちょっとよくわからない、うん、僕はよくわかりましたよ。あ、まあまあ、なるほどっていう、まあ、でもなんかちょっと SF チックなちょっとなんかど、うん、ちょっとギャグが入り、うん、入りながらの、ね、ながらの面白そう、うん、感じですね。ちょっとちゃんと読みたいと思います、うんうん、ちょっと話せば長くなるってやつ。話せば長くなる話せば長くなるストーリーではありました、はい、うんうん、笛だけ読んだらちょっとわかんなかった、はい、はいはいはいな、でもなんとなくわかりましたね。わかりましたということで開けていきますか。はい、ちょっと僕その開けてる間見てていいですか。うん、ちょっとねあの思ったのは気が狂ってるなって。うん、2001年に地球が滅んじゃうんだ。うん、あと2ヶ月ね。うん。うん、あと2ヶ月ね。なるほど。うん、そう面白いよ。うん、うん。普段とちょっと世界観が違いすぎて。あれだね、作家さんってみんな気が狂ってるわ。ちょっとわかんないですけど、うんはいはい、最後ね、うん、2001年7月7日晴れ、うん、新宿駅、うん、トイレの洗面所で、うん、てりたまを一回どぶりと水に潜らせたバケツに、うん、てんてんてん、うん、ロマンスカーは小学生以来だ、うん、さっぱりわかんないですよさっぱりわかんないですよ。いや最初からさっぱりわかんないんだよ。そう最後もさっぱりわかんない、うん、さっぱりわかんないでしょ。気が狂ってんのよ。だから気が狂ってるんだよ。さっぱりわかんないですよ。そうさっぱりわかんないんだよ、はい、そうどうしちゃったんだろうと思って。でちょっとワールドが展開すぎて今回お紹介する装備がいまいちわかりづらいかもしれないので、入ってこなくなっちゃう。ここの上に乗っけましょうかその、ね、今回の主役を。あ主役ね、はい、でも、うん、こいつらです。こいつらですね。うん、そうでもねずっとね猫、うん、くん欲しかったんだよね、うん、これ、うん、あのなんだっけ祖父母決起集会の時だったっけ。東和さんが、うん、私初めてお会いして喋った時があって、うんうん、その時に東和さん、うん、今まで出した、うん、この祖父母とか人形たちを、うん、あのテーブルに並べてたことがあったんですよ、うん、でその時に、うん、気になった子たちが 何匹かいたんですけど、うん、この猫くんずっと欲しくて私がこれ、うん、うん、そうそうそう。これじゃああれか、これが最初じゃないですね。多分最初じゃないはず。うん、一期じゃなかったはず、うん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 、なんですよ、うん、でずっと欲しかったのもあって、うん、やっとだと思って、うん、今回応募して当たりました、うん、その時もこのジャクシーはいたの。多分ジャクシーいたと思う。うん、うんうんうん、カエルじゃないんだ。うん、うん、てかこれすごい細かいよ、うん、細かいよねすっごい細かい、うん、これ確かによく見たらなんか尻尾はまだ、あー本当だ、オタマジャクシっぽい、うん、もうほぼ変えるね、うんうん、あのあれじゃないオタマジャクシでさ足入って、うん、だんだんちょっとカエルになりそうなみたいなぐらいの時で、ね、多分おそらくだけど、うん、だから足もこうグニャンみたいな。この今まで紹介したやつとは本当なんか別の感じするね。世界観すごくね違う。この子も世界観確か違ったよね。あ、だってこれはもうね、あれのオマージュですからね。こいつはね、うん。まるけど、うん、そうそうそう。系統的なのは こういう系統か。SF、
ね、もしかしたらこれ来るかもよ、こいつが。あ、来るのかな。つながんのかな。つながるかもしんない。なんか、うん、こいつもサーブウェイ行ってるかもしんない。あ、そっか、うん、サーブウェイ関係あるか。西葛西のサーブウェイ行ってるかもしんない。西葛西のサーブウェイ何なんだろう。行ってるかもしんないよ。行ってるかも、うん、だからほんとこれすっごい細かいよ、うん、見れば見るほど細かい。すげえ、うん、なんかさ、この唇のちょっとガサガサ感、うん、めっちゃ細かい、うん、すごいわ。メダルコーナーなんか、あーすごいよ。首飾りとかもめちゃくちゃ細かい、うん、ちょっと赤見してもらっていいですか。あ、ここ朱色っぽい なんかこれ一発塗りなのかな。あね、どうなんだろう。ちょっと透けてるか。割と綺麗に出てるなと思って、うんうん、赤って実は難しいんですよ、塗るの。下地が透けるんですよ、うん、顔料の問題なんだと思うけど、うん、今現在この世にあるカラーって下地に引っ張られちゃうんで、あ、例えばこの変な人、この唇のピンクとか一回塗った上に赤塗ってあげないと綺麗に発色しないですけど、うん、なんか今こっから見た感じやけに綺麗な赤だなと思って。うん、私この成型色がこの黄緑なんだと思うんだけど、うん、絶妙、うん、で、こう猫くんはこのお洋服のところの部分が成型色なんだね、うんうん、ね、お手手の肉球かな、めっちゃ可愛い、うん、すごい可愛い、うん、メダルいっぱいつけてる、うん、なんだっけかな、バルモアンだっけかな、なんだっけ、敵でね、うん、なんかこんな顔のやつがいるんですよ。あ、へえ。ドルゲ、ん？ドルゲだっけかな。うんうんうん、ドルゲ魔人、ちょっとごめんなさい。なんかね、こう横にビヨーンってなってる。それもなんか入ってんのかな。でもまあ猫っすよね。うん、まあ猫か。かわいい。耳のところもちゃんとこの成型色生かして残してあるところとか、うん、やっぱ毛並みなんだなって。うん、猫ちゃんの毛がしっかりしてて、うん、でもなんかこの絵めちゃくちゃ可愛くないですか？うん、かわいい。こいつがこうなったってことでしょ、うん、めっちゃめちゃかわいい。なんかすごいいろんなこうラインがあるんだね。なんかファンタジーもあればみたいな、うん、SF もありみたいな。ちょっとなんかこいつの時はそんなに気にしてなかったんですけど、まあオマージュだなみたいな、うんうん、箱根好きなんですかね。え、どうなんだろうね、何個から来てんのかな。エヴァンゲリオン、箱根って言ってエヴァンゲリオンしか思い浮かばないんだけど、サブウェイだもんね、うん、サブウェイですね、うん、西葛西の、うん、西葛西のサブウェイだし、うん、なんかこのコンビニのさ、うん、なんかレジ打ちでの話をしてるんだけどさ、うん、きっとレジでブチ切れてたクレーマーのおっさんのせいで疲れている、店長は私のせいじゃないと言ってくれているが、とにかく疲れている、うん、タバコに番号が振ってあんだろうがマジでって書いてあるんだけど、うんうん、これ何、経験経験だ。これね、でも僕言いたいんですけど、うん、タバコの番号って全国統一にしてほしいです。確かにね。あ、コンビニごとでね、全然違うんだよね。うん、それはね、あれなんであんなめんどくさいシステムになってるのか分かんないですよね。今日分かんないけど、うん、うんうん、はい。って書いてあるから、ちょっとなんか急にリアルな愚痴みたいな、どうしちゃったんだろうって。うんうんうん、私はね、分かるんだけどね、コンビニでね、うん、働いたことあるからね、うんうんうん、はい、そんな感じ。うん、アカネちゃんと関わってくるキャラたちなんだね、きっと。そのじゃあこう、アカネちゃん出てくるんですかね。でもなんか人作るイメージあんまないんだけどね。これでも、この子子供じゃなかったっけ。あ、なんかそう、ね、妖精的な子供みたいな感じでしたよ。そのうちあかねちゃん出てくるのかな。ね、多分出てきますよ、あかねちゃん。この竹ヤギみたいな。急にこの世界観からあかねちゃん来たらびっくりするけどね、この体勢で。ちょっと見せてもらっていいですか、ヤギ。どういうヤギなんだろう。物干し竿になんか剣くっつけたんだ、これ。これ違うぞ、ほら。これ剣くっつけてんすよ。なんか、ここに。なんか、お手製ですよ、これ、あかねちゃんの。どっから持ってきたのかな、日本刀は。日本刀なんか僕首つけてるんですよ、これ。あ、面白い。すごいね、うん、現代の小松姫ですよ。現代版小松姫。あ、本当だ、巻きつけてあるわ、うん、素晴らしい、うん、
っていう世界観、うん、なるほど、ちょっと面白いですね。いや面白い。いやおめでとうございます、はい、なんか面白いなったって、うん、面白いなったって、うん、羨ましい、うん、楽しめますね、いろいろね。いや面白いし、うん、このねキャラクターめっちゃ喋り出すんだと思って、うん、ちょっと面白い、うんうん、しかもしつこいんですよ、ね、しつこい。なぜか、なぜかあかねちゃんに対してずっと語りかけてくる、うん、語りかけてくる。あの恩人らしいから、うん、あのサブウェイのレタスくれた恩人らしいからいやこれ書いてあるんだからね、私たちの創作じゃないから。あ、まあそうですね、うん、そうですけど、うん、はい、何言ってんだろう何言ってんだいや本当に、はい、聞いてもらっていいですか。はい、なんか質問ありますか。ないっす。あ、なんかねあるんだけど、うん、何を聞いたらいいか分かんない、これ、うん、あの作家さんに聞いた方がいいね、これ。いいっすね、これね、うん、今度聞いてみます、うん、なんか分かんなすぎてこれ、うん、今度聞きます、はい、ちょっとこれはちょっと気になるんで、うん、気になるよね、はい、なぜ西葛西なのか、はい、なぜ西葛西なのかも気になるし、なぜ箱根で決戦が起きてるのか。あ、そうね、それもちょっと気になりますね、はい、はい、ということで、はい、はい。